おはようございます、フォルテです。どうも、シュータです。というわけでね、まず彼の紹介をしたいなと思います。誰ですか？フリースタイルバスケットボールというパフォーマンスしてます、シュータです。フォルテです。あ、違うんですけどね。よろしくお願いします。彼とは約1年前に僕が女装して街を徘徊してる動画があったんですよ。僕 YouTuber やってる時に ね、いろいろあったんですけどね、この1年で、初期は僕あのメゾフォルテちゃんとして活動してた時期もありまして、その今フォルテ君なんですけども、女装するとメゾフォルテ君になるんですけども、その時にね、街を歩いてたらこうやってパフォーマンスをしてる人がいて、で、僕その時にね、街を歩くって言ってもね、鍵盤ハーモニカを歩いてたんですよ。で、ね、そう、その時になんかあのコラボしようぜって言って即興でね、トルコ行進曲をねパフォーマンスしたんですけども、で、まあその時に出会った彼なんですけども、なんかちょっとね、最近なんか僕刺激が足りないなと思って、ちょっと音楽に新しいものをぶち込みたいなと思って突然連絡して、まあ呼んだわけなんですよ。ありがとうございます、本当に。で、今回はね、一応ね、まあ多分ストリートピアノがもう出てると思うんですけども、まあ今日はね、せっかく来てくれたってことで、まあ音楽してる友達、そして音楽してる僕の YouTube 見てる仲間の人たちでも、まあボールはお家にあると思うんですよ。で、そのボールでちょっとね、あの気分転換に、まあ怪我とかはあんましにくいので、まあ遊ぶためにもちょっとね、やり方を教えてもらえたらなと思います。はい、まず僕回すさせてください。まず最初に人差し指をこうしてください。はい、そしてこれで、はい、忍者、忍者、ニンニンという、ニンニン、ちょっとだけ指の先端を出してもらって。先端だけでいいんですか？はい、ニョキニョキ。ここに、はい、はい、じゃじゃーんってわけでね、皆さん、はい、どうですか？まあこれせっかくボール今2個あるんで、はい、お家でこれを練習するときにくるくる回したらどういう風に回したらいいんですか、まず？まず右でこうやって持ってもらうんですけど、はい、でそしたら2つ、3つぐらいあるんですよ、回し方が、はい、1つが一番基本的なのがこうして1、2で3でこうやって回すっていう。あ、なるほどね。一回やってみます。1、2、あん。もう一回いきます。メゾフォルテが出てしまいました。1、2、あ、まあそんな感じです。そんな感じで、しっかりと綺麗な横回転を、めっちゃ回るやん、出てあげるっていう。これ地球やったらやばいね、これ。はい、これもうあの自転の神様ですね。そう、まあなんか、これに力が入るタイミングがあるんですよ。カッて、なんかこれどんな速い？あ、なるほどね、うん、分かった。あ、そんな感じ、そんな感じ。でもすごい回転ですよね。はい、で、それで最初に、別のやつがこう持ってもらって、あ、こう持ってもらって、まず最初のこれは一緒なんですけど、こう持ってもらってこうやって回す。あ、そっちね、多分僕そっちならできる気もする。はい、ちょっとやってみます。はい、これ絶対この回転だってここまでやってる、あっってなってますよね。困ってるやん。難しい、難しい。さすがね、やっぱどのくらいやったんですか、これ。これはあの10年やってます。あ、これだけじゃ、はい、今日だしチーン。まずどういう練習から入ったらいいですか？これですか？うん、これはまず1、2でしっかりと綺麗な横回転をかかるように。なるほどなるほど。こうやって、あ、今のですね、これを綺麗に横回転をかけてもらうっていう。ちょっと今の、今の、あ、そう、あ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 、できた、イエーイ、イエーイのやつだ。できた、できた、できた。おー、今フォルテ君なのかメゾフォルテさんなのか。メゾフォルテ君です。この感じですよね。そうです。で、しっかりあとは回転の真ん中に指を置いてあげる。ただそれだけでもあとはできるってことですね。そうそうそう。こっちや、こっちで真ん中にゲットできるんですよね。しっかりなんか 見る感じ。できた。もうこれでフリースタイラーです、フォルテ君も。じゃあ、はいはいはい、いろんなもので回してみるみたいな。もういろんなもので回してみる。はい、今これボール指で回してるんですけど、はい、ラナーかな。で、よいしょ。すげえが、こういう売り物あるで。
すげえなこれ。すげえなこれ。はい。こういうのだとか、あとは。なんか今、みんなこれさ、当たり前のように、とかとか言ってるけど、結構すげえな。携帯電話。携帯電話？携帯電話。携帯電話？すげえよこれ。これ。はい、もしもし。あ、そんな感じです。あ、できるよ。これいけますね。これで。こういう感じですね。あ、しもしも、ホルテです。あ、今度の仕事お願いしますってできますね。とかペットボトルで。ペットボトル、カルピスウォーター。はい。これカルピスしかできないですよ。で、ちょっとだけ斜めにしてもらって、いきますよ。これでも。はい。はい。イエーイすげえすげえ。あ、はい、なるほどね。あと回転を使うと。回転で生きる男。おいすげえこれ、はい、日常生活でこれを取り入れたら急にかっこいいやつになりますね。はい、なんかあのスプーンに回しながらご飯食べたりとかね。あ、できるできるできる。はい、そういうのも。まあこんなフリースタイルシューターなんですけど呼んじゃった、呼び捨てしちゃった全然一応ね、あの年何歳ですか？26なんですよね。26ね、はい、僕の3つ上。普段は旅とかもしてますか？そうですね、海外とか結構旅とか行ってて、うん、で、それを今後、まあ、YouTube チャンネル、僕のチャンネルで、まあ、こういうパフォーマンスをしながら、あちこち回ってる旅動画を上げていく、載せていくので。お、これは興味チェック。はい、というわけでね、チェックお願いします。お、一応ね、チャンネルを概要欄にも貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。はい、お願いします。で、名前は？シャウトラベルっていう名前で。全然シュート入ってないよ全然シュート入ってないいや、あのね、あのローマ字にするとシャウトっていうのが、シューターを入れ替えた。なんで入れ替えたんですか？あの、かっこいいかなと。やっぱりね、そういうとこあるよね。俺の本名をしてホルテで活動してます。そう、やっぱありますよね。そういうとこあります。はい、今後は、まあ、こういうパフォーマンスをしながら海外回るんですけど、はいはい、ストリートパフォーマンスで僕生活をしている時もあって、はい、で、そういう海外で、このパフォーマンスでいくら稼げるんだっていうチャレンジをやってみたりだとか。楽しい企画やな。あとは、まあ、あのスラムの子たちに、まあ、あの僕のパフォーマンスをやってる意味っていうのが、世界中のみんなをなんかこのパフォーマンスで笑顔にできたらなっていうのがあってやってて、なんで、まあ、いろんなところに行っていろんな人を笑顔にしたいなと思ってます。そういうのを、そういう動画を載せていきます。素晴らしいですね。はい、僕もいろんなパフォーマンスで世界を笑顔にしたいと思ってるので、よかったらまたやりましょう。じゃあ今日は特別に見てくれてありがとねを一緒にやりましょう。おお、あれ例の、そう例の。軽くね、あのいろんなね、ボールとかいろんなものに触れてみようということで、まあよかったら皆さんもお家にボールあると思うので、はい、ぜひやってみてください。練習してみてください。ね、ちょっとシュートさんが恐ろしい技を開発したそうなので、見せてもらいましょう。ボール2つ使います。2個玉。2個玉。いきます。チェックディスアウト。今、なんつったの？なんかやばいことがなかった？これなんか、チェックジスアウトって言った。ち
チェケラ。チェケラ、チェケラ。ナイスカモン。はい。いきます。OK。チェケラ。チェケラ。はい。すげえすげえすげえ